大野慶太郎は日本の政治家である防衛大臣政務官を務めた自由民主党所属の衆議院議員。父は防衛庁長官衆議院議員を務めた大野義則。母方の祖父は労働大臣衆議院議員を務めた加藤常太郎。父方の祖父は香川県副知事を務めた大野犬。香川県丸亀市出身。 坂出市立中央小学校、香川大学教育学部附属坂井出中学校、香川県立丸亀高等学校を経て、1991年、東京工業大学工学部機械工学科卒業。1993年、東京工業大学大学院、理工学研究科機械工学専攻終了、富士通入社、宇宙開発推進室配属。 1999年から富士通研究所に所属した。2001年よりカリフォルニア大学バークレー校客員フェロー。この間、研究者として学術論文を数十本執筆しており、米国で出版されている教科書に引用されたものもある。2004年、父、大野義則の防衛庁長官就任に伴い、大臣秘書官に就任。その後は、 父の政策担当秘書を務める。この間、東京大学産学館連携研究員を務め、博士の学位を取得。2012年、父、吉典の引退に伴い、自由民主党が実施した候補者候補に応募し、5名の応募者の中から200名以上の自民党員による投票の結果、合格。香川3区で公認を受け、 第46回衆議院議員総選挙で初当選。2013年、自由民主党有税局長代理に就任。研究開発力強化法を同僚議員と共に、議員立法で成立させる。2014年5月、マンスフィールド財団、トーマス・ホーリー日米議員交流プログラムに参加。9月、法中団として、大和一中連部委員長と会談。また、 法帯団長として、馬英九総統、王金平立法委員長と会談。11月、国際交流基金美中間次世代、リーダーズフォーラムに参加。12月に行われた第47回衆議院議員、総選挙にて2期目当選。2015年3月、外務委員会の理事に就任。5月、安倍総理の米国上下両院合同議会演説に同席。6月、 人口減少対策議連の提言を事務局長としてまとめ政府に提言。8月、北方領土の国り島を訪問。9月に行われた党総裁選において安倍晋三候補の推薦人に名を連ねている。11月、新たに農林部会等の副部会長、知財戦略調査会事務局次長などに就任。12月にはイスラエルを訪問し、 ガザ近郊を視察している。2016年9月、財務金融部会長代理に就任。2017年7月、日本最大の造船グループである今治造船の丸亀工場をほど、え、花中日中国大使が視察した際に、地元選出議員と共に同行している。同年8月、第3次安倍第3次改造内閣で、防衛大臣政務官に就任。 同年10月に行われた第48回衆議院議員、総選挙にて3期目当選。第4次、安倍内閣で防衛大臣政務官に再任。同11月、自衛隊国産輸送機 C-2 が中東最大のエアショーであるドバイに国外初展示されたのに伴い、同国を訪問。同国国防関係者や同地を訪問していた海外要人と意見交換を行っている。 C-2 の国外移転について売ることが主目的ではなく安全保障環境を良くしていくことだと強調し一定の条件を満たせば武器輸出を認める防衛装備移転3原則を踏まえて判断するとした。また同12月には国際戦略研究所 i i s 主催の中東安全保障会議マナーマダイアログに参加同会議に参加していた 河野太郎外務大臣のスピーチに合わせ、防衛省としての中東への関与のスタンスを表明した。また、米国第五艦隊司令官や、バーレーン国防大臣などの要人と意見交換を行ったほか、ソマリア沖の海賊大将を行っている、多国籍艦隊である、第151合同任務部隊、CTF-151 の司令部を訪問、激励している。同12月、 宮城県で行われた日米共同方面大使記者演習山桜73を訪問し退院激励をしている。2018年1月、オーストラリアのターンブル首相が訪日時に陸上自衛隊奈良市の中屯地を安倍首相と共に訪れた際、現地に同行している。同年2月、佐賀県の陸上自衛隊目立ち現中屯地所属の 対戦車ヘリコプター墜落事故で、小野寺大臣命により事故発生当日現地を訪問し、対応に当たった。同年4月、同大臣命により、イラク日報に関する省内調査チームを率いた。同年8月、米国空軍宇宙関連施設である、シュリーバー空軍基地、ピーターソン空軍基地、バンデンバーグ空軍基地を訪問し、 宇宙安保政策に関する意見交換を行っている。同年9月、フィリピン訪問中の護衛官課が艦上で、同国ドゥテルテ大統領を迎え、艦内会談を行っている。同年10月、組閣に伴って、防衛大臣政務官を退任後、党の外交部会長代理や安全保障調査会の事務局次長などに就任。2019年10月、 自民党副幹事長に就任。同月、世界各国が多額の予算を費やして開発にしのぎを削る漁師技術の推進のために発足した漁師技術推進議員連盟の事務局長に就任。2020年1月、国内各地で多発する豪雨によるため池決壊被害を防ぐために設置された。 ため池整備促進法成果検討 PT の事務局長に就任。同年6月にため池整備促進法が成立した。同年6月、コロナ感染症の再拡大に備えるために設置された、コロナ感染症関連肺炎対策本部、再流行コンティンジェンシープラン PT の事務局長に就任。医療提供体制確保の提言を行っている。同6月、 イージス・アシュア配備プロセスの停止を政府が表明したのを受け自民党安全保障調査会に設置されたミサイル防衛検討チームに事務局として加わっている。同調査会は抑止力の向上に向けて相手領域内でも弾道ミサイルを阻止する能力の保有を含む提言を行っている。また、経済安全保障の制度化を検討する。 自民党新国際秩序創造戦略本部の事務局次長に、また日本学術会議のあり方を検討する PT の事務局次長に就任。2021年1月コロナ対策本部情報戦略 PT 事務局長としてコロナワクチンオペレーションの提言を行っている。ありがとうございます。